で、アップス技をかけるときはこの場所はまずできないんで、もしボトムターンなんかするときは必ず後ろ足をこちら後ろにずらしてみてください。そこだけ間違えないようにしてくださいね。この後ろ足はずらすことが絶対条件です。それでは、はい、こんにちは。今日はいつもと違う動画になるんですけど、もしよかったら最後まで見てください。今回は、僕が初心者の頃に、ちょっと疑問だったこと、そんな、ことをねシェアしたいなと思っております。一つはね、スタンスの位置ですね。スタンスの位置がこれって合ってるのかなっていうことを結構長い間悩んでましたんで、それをねちょっと、もしまだサーフィンを始めたばっかりで初心者の方なんか疑問なんか抱いてる方がね、僕の動画を見てる方でいれば、少しでもその人たちのまあヒントになればなと思って、今回は動画を作ろうと思ってます。はい、それではスタンスの位置の説明に入りたいと思います。ただね、ここで立ちながら顔だけでスタンスの位置を説明してもちょっと分かりづらいと思うんで、ちょっとね古いサーフボードを使用して、あの足の位置が分かるような場所でちょっと説明しようかなと思ってます。それでは行ってみましょう。それではこのサーフボードを使ってちょっと撮っていきます。まず腹がになって、サーフボードの大体このぐらいですね。いつもボードの先にこうこれこうするときはこうして、ここにする、大体自分の肩幅よりちょっと広めのスタンスでいいかと思います。というのは、僕が陥った悩みというのは、この後ろ足がなぜデッキパッドの上に乗ってないのかっていうことをいつも疑問視していました。後ろ足というのは、技をかけるときにここに来ればそれでいいということが今は分かってきています。ですから、アップするときはこのぐらいでも全く問題がありません。ぶっちゃけアップするときにここに足があるとブレーキのような感じになるんで、正直あまり良くないと思ってます。ですから、アップスはこのぐらいが僕の中ではいいのかなって今僕は思っております。そしてもう一つ、ここに足を置くことで何がいいかというと、アップスをするときに膝が入りやすいということが自分ではそう思っています。例えばこうして入れてこうねじる、アップするときはこんな動きにアップスって、こういう上下の動きでアップスにすると思うんですけど、これが開けば開くほどぎこちない動きになるんですよね。ぎこちないのが分かるかな。このぐらいの方が膝が入りやすいという。で、技をするときはこの足をこちらに置きます。で、こうターンをかける、そういったことなんで、スタンスはここでもデッキパッドの上に乗ってなくても OK ということで、自分は今そう思っているので、初心者の方で悩んでる方がいればそう思っていてください。今回の動画では
後ろ足のこの場所ですね。こんなとこに置いてるけど自分合ってるのって思ってる初心者の方に対して大丈夫ですよっていうことをお伝えできればなっていう動画にしてみました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、分かりにくい説明だったらごめんなさい。またね、ちょっと質問とかあればしてください。もしね、この動画が、ためになったなっていう方がいればグッドボタンなんか押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。